こんにちは、フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。プラハからアムステルダムに飛びました。第3章の始まりです。第3章はオランダとベルギーを周遊していよいよ帰国です。第1章はフランス、アンドラ、スペイン、ルクセンブルクの旅でした。第2章はプラハからポーランド、スロバキア、ハンガリー、スロバキア、チェコと旅しました。今日はアムステルダム市街をとにかく歩き回ります。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。励みになります。それではどうぞ。7月22日プラハの宿を早朝に出発します。バスの時間は昨日確認してあります。宿から第2ターミナルにはバスでないと歩くには無理があります。アムステルダム行きは定刻通り出発です。格安航空会社にしたので荷物の重量に気を使います。スマートウィングスというチェコの格安航空会社です。プラハを飛び立ちます。1時間も経たないうちにオランダ上空です。川の真ん中に円形の池のようなものが見えます。堤防が見えます。その堤防をズームアップします。翼の先がアイセル湖で、その手前が堤防で仕切られたマルケル湖です。こちらは北海です。無数の風力発電が立っています。同じような飛行ルートを並行して KLM オランダ航空が飛んでいます。滑走路が高速道路の上を横切ります。無事オランダスキポール空港に到着です。ルフトハンザ機の向こうに見えるのが今回乗ったスマートウィングス航空です。大きな空港です。初めてなので戸惑います。荷物こっちでしょうか。従業員通路みたいなところを通ります。おまけに人がほとんどいません。ここでいいみたいです。ちゃんと出てきました。コインロッカーを探します。飛行機の車輪部分が展示してあります。コインロッカーですが一体どう使うのでしょう。一つ一つが勉強です。また明日空港に戻ってきます。アムステルダムは一泊で歩いて観光するにはスーツケースは邪魔です。明日借りるレンタカーの場所を確認します。アムステルダム中央駅への切符を買います。アムステルダム中央駅行きを確認します。空港とアムステルダムの位置関係です。中央駅まで直行でした。ここには何年か前かに来たことがあります。駅の前がそのまま大きな港になっています。正面玄関に行くのに連絡通路を通ります。アムステルダムは運河の街です。それこそ昔とその姿は変わっていません。アムステルダム駅正面です。東京駅のモデルになったとか。とりあえずアムステルダムの中心ダム広場に向かいます。普通は観光バスですがここは観光船です。そして自転車、ス
スピードを出して走ってくるので注意しないといけません。運河と街並みがきれいに揃っています。駅からの道は左が運河で右が街並みです。振り返って駅方面です。ダム広場です。正面に王宮がその威容を誇ります。王宮から戦没者慰霊塔方面です。そんな広場を盛り立てるのがストリートミュージックです。ダム広場に面している新教会です。15世紀に作られたものです。そしてアンネ・フランクの家方面に向かいます。ダム広場の地域を取り囲むように運河が環状に5本あります。その1本目シンゲル運河です。この辺りから世界遺産アムステルダム中心部17世紀の環状運河地区に入ります。2本目ヘーレン運河です。自転車と運河はオランダの名物です。左に見えてきたのがアールヌーボースタイルのショッピングアーケードです。そこに今日の宿があります。まだ10時過ぎ、チェックインにはまだ早いようです。3本目のカイゼル運河の向こうに西教会が見えます。アンネ・フランクの家の入場のためでしょうか、長い列を作っています。列は西教会を取り巻いています。何時間待ったら入れるでしょう。アンネ・フランクが隠れ住んでいた家です。フランク一家は結局ゲシュタポに発見されアウシュビッツに送られました。お父さんは助かってアンネの日記が世に出ることになりました。外観だけですが、その雰囲気だけ味わって次に行きます。アンネ・フランクの家の前が4本目の運河です。運河は縦横無尽に走っています。その運河で遊ぶ人たちです。5本目の運河に出ました。運河にボートハウスが浮かんでいます。ボートハウスとはその名の通り、ボートの中で人々が生活しています。高級ボートを所有しているボートハウスもあります。この先行くとミュージアム広場になります。中心部に戻ります。路面電車がスレスレで通り抜けます。花市に来ました。花というより球根の販売をしているお店が多い。花市を抜けたところにムントタワーがあります。昔の城壁の名残です。レンブラント広場に来ました。レンブラント広場の向こうにある建物がブッキング .com の建物です。今回の宿のほとんどはブッキング .com を通して予約しています。石油十字色に塗った路面電車が走っています。アムステル側に来ました。マヘレの羽橋が遠くに見えます。アムステルダムに残る木製の羽橋の一つです。お昼は日本食レストランにします。具たくさんのラーメンにします。味もまあまあで感動ものです。でもこれで 20.65 ユーロです。高すぎです。今までのチェコと比較して物価の高さには驚くしかありません。いいですよね、馬車の走る風景は。宅配業者も自転車です。なんと驚きは船で荷物を運んでいます。レールの溝を
掃除する車を始めてみました。ジャガー F タイプ、今度はこれもいいかな。そして西教会に戻ってきました。西教会から宿はすぐです。チェックインします。何この階段、急すぎます。スーツケースを空港に置いてきてよかった。狭いながら一通り揃っています。トイレだけ共同です。窓からの眺めです。しばらく休憩してからまた街に出ます。アンネ・フランクの家はまだ並んでいます。ダム広場から街の東方面を巡ります。駅近くの涙の塔まで来てしまいました。1480年に当時アムステルダム港の突端に建てられ、航海に出る男たちを見送って女たちが涙したと言います。旧教会です。アムステルダム最古の教会で14世紀初頭に建てられました。この辺りの運河の風情がとてもいい。運河の先に旧教会が見えます。騎馬警官とその向こうにレンブラントの家があります。歩き爪のアムステルダムもダム広場に帰ってきて今日は終わりです。真ん中の星がダム広場で、その西の星が宿です。宿の周りが世界遺産地域です。いかがでしたか。旅は永遠に続きます。明日はアムステルダムの防衛線の要塞、ベームスター干拓地、ワッテン海と欲張りなコースです。ご視聴ありがとうございました。